郎さんにお越しいただきましてありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。こちらこそ、はい、勝さんとの、はい、まあ、いわゆる生演奏、はい、どうでした？いや、めちゃくちゃなんか久しぶりに緊張しましたが緊張しました。はい、でもすごい本当回を重ねるごとに2人の息が合ってきたような感覚が自分の中であったので、うん、はい、最後の方はリラックスして楽しく歌えたなと思います。はい、この曲ってボーカリストの吹さんからすると、はい、これは難しい曲ですか？難しいです。いや、難しいです。はい、レコーディングの時も難しかった。結構ね、あの原曲ばかり聴いてると、うん、なんかそこでまたハワイアンに乗せて歌う、ウクレレの音に乗せて歌うのもなんか難しかったですね。結構時間かかりました。結構じゃあレコーディングの時も、はい、あの自分で結構練習すごくされてから挑んだ。あ、そうですね、はい、めちゃくちゃ聴きまくって、はい、聴きまくって、原曲を聴きまくって、あ、そうですね、で、歌いまくって、歌いまくって挑みました。で、実際にその、まあ、ハワイアン の、はい、そのアレンジになったものと聴いたときに どんなイメージを持たれますか？まあ、それは全く別なんですけど、本当こんなガラッと変わるかと、なんか想像してなかったような、やっぱ原曲ばっか聴いてるとすごいバンドサウンドで、うんうん、っていう、そういうなんかね、イメージが大きいから、だからハワイアンになる時、うん、ハワイアンになるっていうのがあんまり想像がついてなかったんですよ。どんな風になるんだろうと思ったけど、自分が歌って、で勝さんのウクレレと合わせて聴いてみたら、あ、なんかちゃんと作品になってると思って、はい、すごい意外な仕上がりで。じゃあ今日はその、まあ、ウクレレと歌っていう、はい、この2つしか存在しなかったんですけど、またそれはそれでちょっと違った感覚で歌われたんですか？そうですね、でもなんかもうそれはもうウクレレと歌、もう2人の息を合わせてっていうところでを意識して、はい、歌いました。じゃあ点数をつけるし、何点ですか？今日ですか？はい、いやいや、それはもう100点満点にしましょう。じゃあ皆さんに、じゃあ100点満点のプリテンダーを、はい、ちょっと待って、はい、大丈夫かな、多分プリテンダーが、はい、の方が先にあの YouTube 上アップすると思うんで、はい、はい、これをインタビューを見た人はもう一回そっちに戻ってもらうような形になると思う。98点ぐらいにしとこうかな。98点ですね。じゃあ、はい、では課題として、そうですね、はい、ハワイアンカフェで、はい、某カフェで、はい、某カフェで働いてたことがある、働いてアルバイト、アルバイトですね。で、そこで初めてウクレレと出会ったんですか？そうですね、はい、そこで初めてウクレレを触りました。はい、あのそのお店にあった、ウクレレ部に所属を必ずしなきゃいけなかった、はい、強制参加でしたね、もう強制参加、はい、それでウクレレを、3000円って言ってましたけど、その3000円のウクレレを、はい、スタッフにプレゼントをして、はい、そう、今日からあなたはウクレレ部だよっていうふうに。そうですね、はい、ちゃんと週1回先生が来て、みんなでこう並んでペロンペロンペロンって、あのお店が始まる前にちょっと早くみんな来て練習してっていうのがありましたね。じゃあお店バイトに入る前にちょっと早めに来て練習しなきゃいけない。はい、そう、結構じゃあ弾けるようになったじゃないですか？いやいや、でもね、もう全然全く覚えてないですね。その時は確かにちょっとなんか頑張った記憶もありますが、でも全然ね、今覚えてないですね。あ、でも全然、はい、そのウクレレはどこ行っちゃったんですか？で、ウクレレそう、ずっとあったんですけど、お家にあって飾ってあったんですけど、ちょうどうちの甥っ子さんがちっちゃいギター欲しいって言ってきて、いいですね、それね、そうそうそう、それで、あ、じゃあこれプレゼントしてあげるよとプレゼントしちゃったプレゼントしちゃった、はい。じゃあウクレレを、まあ、多少ないともかじったことがあるので、はい、その吹きさんなりにウクレレの魅力っていうのをどういうふうに感じてらっしゃるかなと。あ、癒しですね。癒し、はい、いつ聴いてもなんかこう寄り添って、なんかパワーをくれるとかそういうのもあれだけど、とにかく一番に
癒される。ウクレレの音を聞くと寝る時もいいし、海辺で聞くのもいいし、朝聞いても穏やかになるし、なんかそういう癒しの音をくれる楽器だなと思っていつも聞いてます。フキさんの曲を自分で作ったりとか、はい、ライブとかの時ってその、まあ、話聞いたんですけど、ピアノだったりとかギターをちょっと触られるっていうのを聞いたんですけど、はい、そうですね、その中にもう一個ウクレレがあったらすごい、確かに、三刀流になったらまた新たな、なんかね、ソングライティングもできるかもしれない。ギターとピアノとまた違うね、なんか私の中にあるものが出てくるかもしれないですもんね、うん、はい、そうですね、はい、ぜひ今度は購入していただいて、そうですね、諦めずに、はい、もう一回そのウクレレ持って、はい、このみんなのウクレレ部に来ていただけたら、本当ですか、じゃあ簡単な歌からちょっと仕上げていきたいと思います、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ボーカリストとして心がけていることって何かあるんですか？ボーカリストとして心がけていること、そうですね、自分らしく、はい、素直に、はい、楽しむ、はい、それですね。もうなんかやっぱり最初の頃とか、まあ、全然それもありだと思うんですけど、カッコつけちゃったりとか、なんか言うこととかも偽るというか、そういうのもあったりしたんですけど、もう今はそうじゃなくて、もありのままの自分で楽しめるようにしよう、もうそれは人生もそうなんですけど、歌い手としてもそういうふうに歩んでいこうと思って、はい、思ってます。2020年、今年は結構そのベストアルバムだとか、はい、そのシングルとかデジタルシングルとか結構こう活発にリリースされてるじゃないですか。はい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 。まあそれは一つこう新しい自分へのこうなんかステップなのかなっていうのをちょっと個人的に感じたんですけど。そうですね。ちょうど2020年の最初4月にベストアルバムが出たんですけど、もうそれがデビューしてからの総集編という感じで、そうですね、はい、だからまあ。これを聞けばもう私の人生が分かるよというような、暗いトラブルですよね。そうですね、はい、もう全部が詰まってるので、そうですね、私の人生を表す2枚組だなと思ってます。じゃあ次のステップとしてウクレレがあって必要ですよね。いやそうですね、はい、次のステップちょっとそこに彩りとして、そうですね、いや全然ね、挑戦してみたいですね、はい、ぜひ、また話戻っちゃいました。いや全然、ね、持ち運びも簡単だし、ね、しやすいし、はいはい、それでいろんな旅に出てみたいですね。旅に出る、旅に、そう引きで各地で弾いてみたいなのをやってみたいなと思うし、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、頑張ります、はい、ウクレレを日本でもっともっと広めていくのがこのみんなのウクレレ部の役目だと思っているので、うん、はい、素晴らしい、それは真剣についてよろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに今後の、はい、目標みたいなものとか夢とか、はい、あればなと思って、いやー、たくさんあるにはあるんですけど、じゃあたくさん言ってみましょうか。でもなんだろうな、私スポーツ見に行くのが好きなんですけど、はい、野球とか格闘技とかめちゃくちゃ大好きで見に行くんですけど、それで必ずこの入場曲があるじゃないですか、うん、野球選手でも、うん、で格闘技でもすごい派手にボワーって出てくるんですよ、うん、あの曲に なりたい。全くなんかイメージがそうそう、なんかでもまあラブソングばかりなので、ラブソングが結構多いな、なんか応援ソングを作って、なるほど、そういうそこで流れるのが結構今夢かもしれない。具体的な、なるほど、はい、じゃあそういう、まあ、スポーツですよね。そうですね、スポーツとこう自分の音楽がリンクしてくるイメージ。はい、そうですね、なんか入場曲で使われたらすごいテンション上がるなと思って。じゃあテンションのある曲を、はい、そうですね、次は作っていただければなと、はい、頑張りたいと思います。さんが好きな言葉とか、はい、なんだろう、大事にしている言葉とか何かあるといいかなと思って、はいはいはい、あれですかね、我が生涯に一片の悔いなしですかね、はい、
すごいですね北斗の剣が好きで、あ、はい、またちょっと今読み返してるんですけど、北斗の剣を、はい、その中のラオウの最後の死ぬ間際の言葉です。じゃあ、あれですか好きな人っていうか尊敬する人、ラオウそうですそうですね、もうラオウみたいな人と結婚したいです。あ、なるほどはい、じゃあみんなムキムキにならないちょっと待ってそういうわけじゃないんですけどね、はい、でもなんかそう思ってこう日々生活していようかなというか、はいはい、まあショー最後終わると死ぬ時にまだまだ全然そんなこと考えてる必要ないと思います。なんかああこれやっていけばよかったなとか、まあ絶対思うことあると思うんですけど、そんな風にならないように日々毎日を大切に生きていきたいなってずっと思っているので、はい、我が生涯に一片の悔いなし、これを心に留めて日々過ごしてます。じゃあぜひその悔いのないところにウクレレを入れていただければはい、わ、はい、かりました。そうですね、はい、やらなきゃ悔い残りますので、ね、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。